4月3日、桜が満開となったこの日、町田市の霊園では桜の木の下で死者を弔う合同慰霊祭、桜草メモリアルが行われました。およそ300人が賛美歌を歌ったり、懺悔という儀式を行ったりしながら、芝の下に眠る400人を偲びました。桜草です。桜草とは、木や花をシンボルとしたお墓、樹木葬墓地の一つで、墓石や囲いがない点が特徴です。20年ほど前から草草に関する情報提供や相談を行ってきた NPO 法人エンディングセンターが5年前に始めました。私たちはもともとやっぱり樹木の中では日本人にとってやっぱり代表するものは桜しかないだろうっていう、枝も張り根も張るので、大きな桜の下にみんなで眠るという形が適していると、そうしますと東京っていうか都市部の樹木葬にぴったりではないかと。井上さんの調査によると、樹木葬墓地を選んだ一番の理由に自然に帰ることができるが挙げられ、継承者がいなくてもいいが次に続きます。そういった声を背景に、桜草の現在の会員はおよそ1000人、第1期2期販売の610区画は2年で完売したことから、去年1300区画を新設しました。先月、その新たな墓地に津村井さん一家が訪れました。この日は2月に95歳で亡くなった津村井七郎さんの四十九日です。地面には深さ50センチの穴が掘られ、お経を読む声が響く中、遺骨が埋葬されました。桜草を選んだのは妻の聖子さん。娘のとしみさんと相談して、夫の死を機に夫婦2人分隣同士を契約しました。娘2人兄弟なんです。だから結局父と母で、あと墓守がいない、縁のあるお寺さんで永代供養してもらうよりもやっぱり土に帰った方がいいんじゃないかな。喜んでるでしょそのうち行きます子供に負担をかけたくないと夫婦で契約する人は多く、メモリアルで司会を務めた徳田睦子さんもその一人です。夫の方には代々のお墓があるんですけれども、ちょっと遠いので、なんかこう考えておかないといけないなっていうことが二人にこうありましたので、でまあこういった機会でどうかしらって言ったら、夫も大賛成をしてくれたんですね。桜の木の下には死者が眠るという梶井元次郎の短編小説を読んで、桜の下に埋葬されることが夢だったという徳田さん。今ではメモリアルの実行委員会に参加するなど積極的に活動し、桜草を通して山根千代さんと知り合いました。二人は将来共にこの桜の下で眠ることから、お互いを墓友と呼んでいます。亡くなった夫が桜が好きだったことから桜草を選んだ山根さん。徳田さんは心強い存在です。生きてる間をワイワイ一緒に過ごして、亡くなってからも一人の冷たい石の囲いの中じゃなくって、将来は大きな木になるだろうっていう、その中でのびのび眠れたらいいなと。緩やかな共同性と言ってるんですが、私たちのお墓は一人で入ってもいいし、ご夫婦でもいいし、それが親族でなくてもいい、お友達同士でもいいし、まあいろいろな形で開かれたお墓であるという、まあ、思いを同じくして同じ、木の下に眠る人たちが、まあ家族も含め、お隣さん同士、仲良く、ね、眠ったり、あるいは眠る前は一生懸命、供養したりというような形で、年1回桜の咲く頃、桜草メモリアルというのもやっております。こうした動きを背景に、都立霊園でも樹木葬墓地を導入しようという動きがあります。費用やアクセスの面で公募の平均倍率がおよそ12倍と人気の都立霊園ですが、財源や面積の面から新設の予定はありません。一方で継承者がいない無縁墓所の数は
8年間で1600件にも上ります。樹木葬墓地は墓地全体を緑化できる点や一つの区画の面積が小さいため小スペース化が可能なことから無縁墓所の跡地に導入しようという計画です。都内にですね、大きな土地を確保して新しい都立霊園を作るというのは非常に困難ですので、今ある例えば多摩霊園や小平霊園、ね、矢柱霊園といった今ある霊園の中でどうやってその面積の中で効率的に、お墓を作っていけるかと。都内で1年間に新たに必要となる墓は推計で2万基なのに対し、供給数は年およそ6000基にとどまっています。限られた土地に大勢が埋葬される樹木葬墓地は都市部でさらに広がりを見せるかもしれません。立川市に住む勝野あゆさん、去年4月母の佳代さんを10年の闘病生活の末亡くしました。せめて死んでからは自由になりたいと希望した佳代さんのため、勝野さんは散骨ができる無人島島根県のかずら島に行き、佳代さんの遺灰を山に撒いて弔いました。しかし遺灰を撒くだけでは手元に何も残らないことや、自衛官という仕事柄転勤が多いことから、勝野さんは残った佳代さんの骨で手元に置くことができる遺跡という石を作りました。母が散骨をしたいしてほしいということで、まあ散骨をすることにしたんですけれども、まあ手元に、まあ、何もないというのもまあちょっと寂しいかなというのもあって、まあ、私もまたいずれ転勤とかあるとなると、まあ、ちょっと無理、厳しいかなっていうのもあるんで、でまあ一緒に持っていけるとまあ安心ではありますよね。お墓だとまあ心配な時もありますけど。亡くなった人の遺骨や遺灰の一部を加工するなどして身近に置いておくことを手元供養と言い、ペンダントや置物などさまざまな種類があります。勝野さんが持つ遺跡は板橋区にある戸田葬祭場で作られました。戸田葬祭場によりますと、何も混ぜずに遺骨のみで石にする技術は全国でもここだけで、究極の手元供養と謳っています。人によって骨の成分が違うため遺跡の色も異なり、個人の個性が表現されるといいます。一方こちらの場所では遺族の立ち会いのもと、火葬した後の骨を細かくすることができる立ち会い粉骨が行われる場所になっています。散骨などをするために骨を細かくパウダー状にする過程を見ることは、遺族が死を受け入れる時間にもなると6年前から始めました。全ての方がお墓の方に供養されるという形でもなくなってきている現状ですね。そんな中ですね、粉骨としてですね、散骨されたりですね、お壺自体を小さくしてですね、現用のお壺にしてお墓の方にですね納められるという方が増えてきたんですね。粉骨にしてもですね、遺跡にしてもですね、これからどんどんですね、お客様ご家族様の需要等が増えていくとは思いますけれども。散骨に手元供養、葬送のスタイルも様々な広がりを見せています。